チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ、はい、今日はね、この厚揚げ豆腐を使って美味しい中華のね、オイスターソース煮込み、定番のおかずですね、定番のおかずを紹介していきます。すごい簡単に作るんでね、ぜひ、皆さんね、作ってみてください。それじゃあレッツクッキング。はい、それではね、まず、やみつきチンゲン菜から作っていきます。はい、でチンゲン菜1袋、2株ですね。はい、これをね、今回はこういう風にちょっとだけこのね、この硬いところを落とします。はい、でこれぐらいに切ろう。で葉っぱは大きめに、これぐらいに切っていただいて、茎の方ですね、こうやって切って、ここをね、こうちょっと細めにこうね、切っていきます。こんな感じですね。はい、こんな感じです。少し落とす。で葉っぱは大きめで、黒茎のところをこういう風に切ってくるね。こういうね、ところもね、食べれるんで、使ってみましょう。で、チンゲン菜ね、こういうところに土とか残ってることがあるので、ここはね、しっかり洗ってあげます。で、葉っぱの方もね、さっと洗ってあげましょう。ちょっとね、えぐみを抑えるために、少しね、10分ぐらい水につけておきます。はい、ちょっとね、10分ぐらい、はい、水につけておきましょう。使う時に水切って使うんで OK です。はい、じゃあね、あと厚揚げの方ですね。まあ普通にね、木綿豆腐とかね、普通のお豆腐でもいいんですけど、まあ、水で切ったりね、焼いたり結構ね、手間かかるんで、今回ね、厚揚げを使います。厚揚げはね、すごい便利ですからね、簡単で。で、こんな感じでいいかな。うん。まあね、1センチぐらいにね、こうやって切ってください。こんな感じですね。はい、こんな感じで OK です。ではね、合わせ調味料を作っていきます。で今回もね、このガラスープの素を使います。でガラスープの素ね、小さじ2分の1ですね。で、でお砂糖小さじ1、このね、合わせたらよく覚えておいてくださいね、いろいろ使えるんで。はい、で熱湯ですね、熱湯を 150ml ですね、入れてやります。はい、でこれで砂糖と鶏ガラスープを溶かす感じです。お酒ですね、本当は紹興酒とかあれば紹興酒でいいんだけど、これをね、小さじ2杯かな、オイスターソースを、リキンキさんのオイスターソースを使います。やっぱオイスター煮込みってことでね、ちょっと多めに大さじ 1.5 ぐらいでいきましょう。でこれで大さじ1杯、あとちょっと、はい、こんなもんですね。とね、お醤油、はい、お醤油が大さじ1杯、はい、これで完成です。ね、すごいシンプルで簡単。今日とろみつけんだけど、とろみはね、後から入れよう。はい、これでオイスターソース煮込みのソースの素がね、完成しました。水溶き片栗粉用意しておきましょう。片栗粉大さじ1杯で、お水大さじ1杯、はい。ではね、まずね、やみつきチンゲン菜から作っていきます。うん。で、まあ、いつも中華鍋でね、かっこよく作るんだけど、今回はね、フライパンで作ってみようと思います。うん。まあ、中華鍋で刺さって作るのがかっこよくて、見るの好きだよっていう人もいると思うんだけど、どうなのかな？結構ね、やっぱ主婦の方が圧倒的にリスナーさんで多いんですよ。で、今回はね、ちょっとフライパンでやるやり方を紹介します。まあ、ちょっとアンケート機能つけようかな。うん。ちょっとね、あの右上のね、アイマークみたいなところがあるんで、ちょっとそこをクリックしてアンケートの方よろしくお願いします。よし、じゃあ作っていこう。まずね、お湯をね、
フライパンでいいや、ね、フライパンでお湯を沸かします。よし、もう沸かしといたから沸いてんだけどね。はい、ここにね、塩小さじ2分の1、あとお酒大さじ1適当、入れてやりますと。油ね、サラダ油をね大さじ1杯ぐらい入れてやります。はい、こんなもん入れてやりましょう。はい、でね、沸いたら、このチンゲン菜ね、この茎の方から入れていきます。ちょっと蓋した方が早い。よし、はい、じゃあね、再びお湯の方が沸きたんで、葉っぱの方入れていきます。ツヤがいいですよね。このね、茹でる時にね、やみつきチンゲン菜、これ一番簡単な作り方、炒めないやつ、ボイルするやり方、ね、塩と酒と油を入れる、ね、これ覚えといたらすごい便利ですよ。でもね、味もついてるんでね、ここでもしっかりとチンゲン菜の方に、これが一番手っ取り早い、一番簡単なやり方。はい、OK。はい、まあね、15秒くらい、まあ、沸いたらね、10秒くらい OK です。ザルに開けます。はい、でこれザルにね、開けます。で水気を切っておきましょう。水気を切っておいて、で後でね、お皿に盛るんで。はい、じゃあ次にまたね、フライパンでね、フライパンで OK です。ちょっとね、油をちょっとだけこう鳴らしますね、馴染ませてやります。で、このね、厚揚げ、これを並べていきます。もう一番シンプルで簡単な作り方でいきましょう、ね、少し焼き色がつくぐらいで OK です。はい、いい感じです。厚揚げのこの表面がちょっとカリッと、ちょっとね、こう食感が出るぐらいが一番美味しいんですよ。はい、したらね、このソース、先ほど作ったこの合わせ調味料を入れます。はい、であとこれちょっとね、煮ていきますね。ちょっと火を弱くして2分ぐらいね、ちょっと煮、こうね、味を含ませていきます。美味しそう、いい香りしてきた。はい、でもね、こうね、沸いてから火を弱めますよね。でこれぐらいの感じで約2分こう煮込んで味を含ませてやるんですね。で今ちょうど2分ぐらい経って、こう結構ね、だしを吸い込んできてくれました。はい、したら火を弱くしてね、火を弱くして止めちゃった方がいいかな。で一回もう火止めちゃいましょうね。止めて、はい、この水溶き片栗粉ですね、先ほどの、これをね、よく溶かしてやってくださいね。よく溶かして、はい、ちょっと高いところからね、全体にこう回しかけてやります。はい、でこれをまだ火かけないでね、すぐにね、固まっちゃうんで、はい、こんな感じで、とろみをね、つけていきます。ここでね、火止めとけばダマにならないんで。でね、とろみがついたら、火をかけて、火につけて、あんまりフライパンでやるのがね、ちょっとあんま慣れてなくて申し訳ないですけどね、いつも中華鍋でやってるから。はい、こんな感じでね、いい感じのとろみがつきましたよね。いい感じです。レシピバッチリですね。ただね、今度この周りにね、ごま油小さじ1杯分かけてやります。回し入れてやりますね。はい、でこれでちょっと照りが良くなるんで、照りとツヤが一気に良くなるんで、はい、これでもう火止めて完成、ね、簡単でしょ。これで完成ですよ。美味しそう。それではね、盛り付けていきましょう、ね、やみつきチンゲン菜、おー、ツヤがいいね。この真ん中にね、お豆腐、
こんな感じですね。美味しそう。ね、やみつき、ね、厚揚げのオイスターソース煮込み。ね、厚揚げのオイスターソース煮と、やみつきチンゲンサイの完成です。うほ、うまそう。はい、じゃあ早速いただいてみましょう。ね、これはもうね、あったかいご飯はもちろんね、ビールのおつまみやお酒のね、お供に最高ですよ。うん、あと生姜をね、入れてもいいんだけど、今回は省きました。ね、超簡単にしました。でもこれでも十分うまいんで、あとね、椎茸とか、戻した椎茸とかをね、入れるね、干し椎茸入れたりすることもありますけどね。これ美味しいんで、ぜひ、ちょっと食べてみましょう。厚揚げとこのね、やみつきチンゲン菜を、このオイスターソースのタレに絡めて、ね、いただきますと。はい、いただきます。はい、じゃあね、いただきまーす。うん、美味しい。うん、すげえ美味しい。いや、いいね。あのシャキシャキのチンゲン菜がね、いいね。シャキシャキのチンゲン菜とこのね、ちょっと甘辛ね、甘辛なオイスターソースのね、タレがね、このちょっと表面を焼いた厚揚げに絡んで、なんとも美味しいね。これお肉みたい。うん、すごい美味しいですね。これ本当に美味しいから、もう皆さん作ってみて。本当に騙されたと思ってね、あの作ってほしいと思います。すごい、もう定番のおかずになりますよ。あの今回チンゲン菜ですけど、これ小松菜とかホウレンソウでもね、何でもいいんで、ぜひ作ってみてください。はい、でこのね、やみつき、あね、やみつき豆腐、おいしさ煮込み、チンゲン菜ね、これ作ってみたい。美味しそう。これやってみようかな、ね、少しでも参考になったね、少しでもそう思っていただけたら、ぜひ、トッシー大将チャンネル登録、いいねボタンのグッドボタンポチンコお願いします。また見てね。うまいよ。